あゆむさんから聞きました。あなたが悩んでいること。昨日のことみんなに話したな。あなたが悩んでること、私だけじゃ言葉が足りないかなと思って。私たちが聞き出したのよ。君の様子がおかしいことなんてみんな気づいてたわ。そうだよ、うつむいてることが多かったもん。そんなあなたは珍しいから。無理しなくていいんですよ。悩みならこのカスミンに言ってください。あ、カスミン特製コッペパン食べます？元気出ると思います。それなら我が家に伝わる漢方薬も飲むといいわ。万病に効くって言われてるの。私では頼りないかもしれませんが、それでも先輩の力になりたいんです。そう思うことは迷惑ですか？同好会にいてもいいのかなんて、そんなこと言わないでください。いてもらわないと困るんです。そうですよ、もう先輩はカスミンの一部みたいなもので、ステージに立ってる時だって頼りにしてるんですからね。みんな同じ気持ち。あなたが私たちをステージに立たせてくれる。そうだよ、君はアイさんたちに最高に楽しいことを教えてくれたんだ。ちゃんと伝えなきゃダメね。君が私たちにとってどれだけ大切な存在か。あなたが一番のファンでいてくれて、私たちのパフォーマンスを見て喜んでくれる。だから頑張れるんだよ。ねえ、みんなの言う通りだよ。あなたのスクールアイドル愛は私たちと何も変わらないの。分かってくれた？あなたみたいに熱心に応援してくれる人のスクールアイドル愛を疑う人なんていませんよ。君の応援、すっごい熱がこもってるもんね。あれは確かに力になるよ。ねえ、ランジのパフォーマンスはどう？もっともっと見ていたい？ランジがベイビーちゃんに何か聞くなんて珍しいね。だってみんなこの子の応援から力をもらってるんでしょ？この間のライブで分かったんだけど、ランジもなのよ。もっと見たいって言われて嬉しかったの。それって原動力だわ。だからもっと欲しいの。わかるな、かなたちゃんももっと応援欲しいよ。スクールアイドル活動をするにはスクールアイドル愛をもらわないとできないんだよ。スクールアイドル愛はスクールアイドルが大好きな人にしか発揮できない不思議な力だよね。あの子のステージって、なんだろう。パフォーマンスはしないって言ってたよね。まあ、見てればわかるわよ。ほら、出てきたわ。We'll be right back.
すっごく素敵だと思う。かすみん感動しました。最高のステージです。先輩、好きの表し方は人それぞれなのね。同じものが好きでたまらない仲間、あなたもランジもみんな同好会のメンバーね。